皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタの新型ハリアーをご紹介していきたいと思います。このお車は少し前に待望の改良が行われた新型タイプで、私もハリアーを所有していましたが、こんなに変わったの？と叫びたくなるような、そんな大幅変更となっています。ずっとこの改良型をご紹介したいなと思っていましたが、今回やっと紹介できる機会をいただけたので、ハリアーを所有していたオーナーだからこそ分かる変更点の違いや感想なども含めて詳しくご紹介できればなと思います。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードはハイブリッドの Z レザーパッケージという最上級モデルとなります。全長 4740mm、 全幅 1855mm、 全高 1660mm、 燃費は WLTC モードで 22.3km です。改めてこの新型ハリアーの魅力って、どの角度から見ても美しく、内装の充実度、高級感、取り回しのしやすさといい、これは人気が絶えないのも納得ですよね。改めてハリアーを見て、これにかなう車ってあるの？って思ってしまうほどの素晴らしい作りになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この今にも獲物を捕らえるかのような鋭利なヘッドライトに、2種類のブラックグリルといい、とても高級感とスポーティー要素を感じるかっこいいフロントマスクとなっています。おそらく私も含め、ここの2本の L 字のライトの造形でズキューンと打ち抜かれたオーナーさんも非常に多いかと思いますが、この部分はなんと一番下のグレード以外すべてデイライト付きになっていて、前の車やガラスに反射する目力の凄さ、これはほんとたまらなくかっこいいなぁと感じます。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト機能付きのフル LED 仕様となっています。なんといってもウインカーの光り方もとてもかっこよく、先日ご紹介した新型プリウス同様、ついつい見とれてしまうほど美しく、これは本当に素晴らしいの一言ですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、ロングノーズにクーペスタイル、大型アルミホイールといい、とても美しい要素が盛り込まれたかっこいい、そんなサイドデザインとなっています。 B ピラーはもちろんピアノブラック、ウィンドウ周り、ドアハンドルもメッキと、このフォルムにこの加色、本当誰が見ても高級感を感じる素晴らしいデザインですよね。またウィンドウ部分は後方に行くにつれて細く鋭く絞られることで、よりクーペ感が際立ち、また後席あたりからくっきりとプレスラインが突き抜けることで、より全体がシャープで伸びやかに見え、これは本当にエレガントさも感じられます。また特にここのテールランプの尖った造形から内側に巻き込むようなスポーティーなスタイルが、私個人的にはすごくかっこいいなと思っていて、このルーフスポイラーを軸にジグザグにデザインされた造形、ほんとセンスしか感じられませんよね。タイヤは19インチです。このスーパークロームメタリック塗装されたホイール、すごくかっこいいですよね。実は改良前とホイールの塗装が違うんですが、実際デザインも同じなので、しっかり並べてみないとわからないほど違いは明確ではないものになっています。そして給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、安定感のある台形フォルムに薄型のリアコンビネーションといい、とても先進的で未来感漂う、そんなリアスタイルとなっています。ここのランプは Z グレード以上からロングタイプのものが採用され、点灯しなくても感じるここのカスタム感、すごくかっこいいですよね。また SUV でありながら、この鋭く細いライトの造形や2本出しのマフラーといい、シティ派でありながらスポーティー要素もしっかりミックスされ、どの角度から見ても美しいと思える完成度は素晴らしいなと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、こちらもすべてフル LED 仕様となっています。この一文字のリアコンビネーションも、夜見るとさらに先進性を強く感じる素晴らしいデザインに仕上げられていて、私もよく点灯させては美しさに惚れ惚れしていましたが、
ハリアーにこの一文字デザイン、これはもう反則レベルですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、内装色はブラックとブラウン、どちらかを選べるんですが、今回はブラウン色のおしゃれで品を感じる、そんな室内空間となっています。改良型って聞いたから動画見たのに、そんなに変わってなくない？って内心思っているあなた、ご安心ください。これからが改良型の真の見せ場として、素晴らしい進化と魅力があふれているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には 12.3 インチの大型ディスプレイが搭載されています。実はここのディスプレイ自体がもうまるっと違うタイプのものに今回大幅変更されていて、以前はナビとエアコンの操作など2画面表示のタイプだったんですが、今回はナビも全画面表示ができるようになりました。今思えば画面が大きいのに全画面表示ができないってどういうこと？と思ったりもしますが、エアコンの表示を画面に映し出していたことで、ここに温度などの表示パネルがつかずによりラグジュアリーな雰囲気を作れたというメリットもありましたが、今回はどちらかというと室内の世界観重視よりもやっぱり使い勝手も大事にしたいよねという、そんな改良が施されているように感じます。そしてそれに伴いエアコンの操作パネルの作りも一新され、ここに今までなかった液晶の表示が追加されるなど、ディスプレイ本体にエアコンの操作パネルと全ての部分が見直しされ、これは一部改良の域を超えていますよね。また細かなお話をすると、ここに音量調整やオーディオのオフスイッチなども追加され、改めて物理ボタンの重要性が再認識されてきている背景も今回反映されているのかなと感じました。そしてここには JBL のロゴとハザードボタン、エアコンの操作パネルの下にはエンジンスタートスイッチが備わっています。また今回このスイッチのデザインも改良が施されていて、ハイブリッドを象徴する青から黒に変更されるなど、これも新型プリウス同様に青のエンブレムバッジをつけないようになったことと同じで、現代においてハイブリッドは特別な車ではないという現れにもつながっているそうです。そしてこの奥には USB のタイプ C が3口と置くだけ充電が備わり、ここには見やすいようにブルーのダウンライトもついています。さらにその手前には電動パーキングブレーキにオートホールド、ここにはドライブモードの切り替えスイッチが備わり、今回の改良の大きな目玉として、ついにハリアーにもフル液晶メーターが採用され、このようにさらに気持ちの高めてくれる、そんな演出もできるようになりました。そしてここには本革巻きのシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。また今回はパノラミックビューモニターがついたお車なんですが、ここも実は改良前と変更点があり、ここの上から見た映像が以前は左側にあったんですが、今回は右側に表示されるようになり、小さなことですがやっぱり運転席側にあった方が見やすいですよね。そしてここにはサテンメッキの加色が施されたドリンクホルダーが備わり、私もこういうショートサイズのカップドリンクをよく飲むんですが、ここにあるパーツを入れることで最適な高さに合わせることもできます。そしてさらにその後方にはシートヒーターと、なんとシートベンチレーションも備わり、それぞれ3段階で調整することができます。さらにその後ろには前後スライド可能な大型のアームレストと、中は収納空間になっていて深さも十分にあり、ここにはアクセサリーソケットが一口ついています。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで、今回はレザーパッケージという最上級グレードなので、もちろん上質な本革シートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、程よい硬さにホールド力もあり、とても快適な印象です。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、運転席のみ腰が当たる部分を微調整できるランバーサポートもついています。またエンジンを切ると自動でシートが後ろに下がって降りやすいようにアシストしてくれるなどの機能も備わり、
実は個人的にはついていてよかった装備の一つでもあったりしました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも厚みがあり、とても操作性は良さそうです。ハンドルの左側でメーター内のディスプレイ操作などができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整は電動ですることができ、前後を上下に大きく動かすことができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは 12.3 インチのフル液晶メーターが初採用され、この空間にこのフル液晶メーター、これはずるすぎますよね。またヘッドアップディスプレイも標準装備され、ここには JBL のおしゃれなツイーターもつくなど、この自分をワンランク上の世界へと高めてくれそうな雰囲気、所有満足度が高いのも納得の世界観ですよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、ブラウンとグレーで構成された上品で大人っぽい、そんなデザインとなっています。ここにはハリアーといえばこのタカをイメージされる方も非常に多いかと思いますが、今回のモデルにはこの部分におしゃれに描かれ、これならハリアーファンも毎日中日が見られるので、すごく嬉しいデザインだなぁと感じました。ドアを閉めた音はこのようになっています。足元にはブルーに光るハリアーのロゴ入りプレートと、ドアの下部には LED の足元照明も備わり、そして夜鍵を持って車に近づくと、足元に中日のデザインが綺麗に映し出され、暗闇の中突然光り出す幻想的な世界、これは本当今でもすごく記憶に残っています。運転席右側にはパワーバックドアの開閉スイッチ、ステアリングヒーター、パノラミックビューモニター、 ETC 車載機がついています。フロント上部にはデジタルインナーミラーが標準装備され、なんと前後の録画機能付きとドラレコを別でつける必要性がないのはすごくありがたいですよね。さらにここには LED のルームランプが備わり、このようにスポットライトのようなおしゃれなデザインになっていて、一見ライト類がないようにブラックアウトしたようなデザインも本当美意識の高さを感じます。また今回のお車には超高パノラマルーフも搭載されていて、ボタン一つで障子のような柔らかな光が通った空間にも、開放的な空間にも変えることができ、これはハリアーの特権でもあって、すごく素晴らしいオプションだなと思いました。またここにはヘルプネットのボタンも備わり、事故や急病時はもちろんのこと、煽り運転にあっているその瞬間にも対応してくれるので、ドラレコの標準装備とのダブル安全対策としても、これはすごく強い味方ですよね。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明が備わり、ここに今回の改良型からスピーカーのようなものが搭載されたんですが、ヘイトヨタと声に出すことでエージェント機能を起動させることができるマイクとなっています。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。後席は後ろのドアハンドルでも施錠解錠ができる、とても便利な作りとなっています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間頭上空間ともに広く、これはとても快適です。また中央にはエアコンの吹き出し口と USB のタイプ C が2口備わり、シートバックポケットも運転席助手席ともにそれぞれついています。またシートの中央にはドリンクホルダー付きのアームレストとリクライニング機構も備わり、ルームランプももちろん LED で、この超開放的な空間といい、これはもう言うことはないですよね。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ドアを開けるときはボタンでもキックセンサーでもどちらでも開けれるようになっています。室内はこのような感じで、車格以上にとても広々と感じる、そんな日室空間となっています。ボードの下にはトレーと、その下にも物が置ける空間が備わり、収納スペースは想像以上に広そうです。またここには遮音材もしっかり奥までついていて、
快適性や使い勝手もしっかり考えられたデザインは本当素晴らしいですよね。ここにはステンレスのプレートや JBL のウーファー、 100V のコンセントに LED の照明も備わり、ここまで見てきてやっぱりハリアーの商品力ってすごいなと感じますよね。そしてさらに密室空間を確保したいときには、ここのレバーを引くことで簡単にシートを倒すこともでき、もちろん段差のない綺麗なフラットシートを作ることもできます。実際に車中泊ができるか横になってみましたが、身長160センチの私には十分な広さなので、身長が高い方も斜めで寝たり空間を埋めるなどすれば、旅の相棒としても最高の一台になるのではないでしょうか。いかがでしたか。本日はトヨタの改良型ハリアーをご紹介しましたが、もともと商品力の高さに定評があったハリアーに、フル液晶メーターやさらに使い勝手が向上したディスプレイなど、これは改良前のオーナーさんたちが羨ましがってしまうのも納得できる素晴らしい進化でしたよね。その他にも安全装備もさらに充実し、私も今回初めて改良型に乗らせていただいたんですが、改めてハリアーにまた乗りたいと心から思ってしまうほどの、そんな魅力を感じることができました。実際に新型のハリアーに乗られている方の感想や試乗された方の感想、また動画の感想など、ぜひぜひコメント欄に残していっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと、動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。ヘイヘイトヨタ、ヘイトヨタ。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。ヘイトヨタ、ヘイトヨタ。